はい、どうも皆さん、レオです。はい、ということでジャッジアイズね、すごい久々ですけれどもやっていきたいと思います。今回からちょっとね、まあ、こちら録画でやっていこうかなというふうに思っております。はい、今まで生放送でやってたんですけど、まあぜひともね、時間ある方、過去のアーカイブ、ぜひとも見ていただきたいんですけれども、まあそちらでやっていたジャッジアイズの、まあ、続きを、これからはまあ動画としてやっていこうかなというふうに思っております。 Here we go。 さあ、ということで久々にカムロ町に戻ってきたけど、なんかあれだね、夕暮れ時なんかな、夕方なのかもしれない。はい、あ、失礼いたしました。さあ、ということで、まあ、今回から動画としてやっていくので、まあパパッとね、ストーリーを進めていく形に、これから。いったい、なんだお前お前今当たりに来たろ、お前邪魔すんじゃないよ。おいおい、邪魛だよ、もう。よいしょ、やば、体力がやばいことになってるよ。大丈夫かな。よいしょ、いっ、あっ、という夢を見ました。ねえ、ちょっと待って、いきなり死んだんだけど、どういうことよ。もう動画始まって早々に死ぬってどういうことよ。まあね、とりあえずん、お前話してる途中で来んじゃねえよ、おい。ほら、痛い。これ、痛い。これ、お前刃物使ってんじゃねえか、お前。ほら。なんか必殺技が出るぞ。なんか適当に押したら必殺技出たぞ。結構重めじゃね？飛んでったー、一瞬で一撃必殺、すごい。よっしゃよっしゃ、お、お金落ちた。ほら、刃物野郎、お前だ。くたばれー。ダグ、時間食っちゃったよ。ほんとだよ。さあ、ってことでやっていきましょう。まあ、これからはストーリーをまあ進めていくという形でやっていきますので、ぜひともゆっくり見てってください。あ、じゃあ、なんかあるよ。これ何、汚れた鉄なんだろうか。ここでいいのかな。室内釣り堀、あー、読んでる最中だったここでいいのかな。あ、またなんかあるよ。アルミニウムが、これドローンのパーツだね。なんか素材ですね、ドローンパーツを作る素材ですね、きっと。さあ、お、いっぱいある。あ、いるじゃん。いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ、久しぶり。このね、良質なワイヤーを取って、ね、こっちから話しかければいいのかな。関係なさそう。関係はなさそうだ。すごいね。ウォンダとかあるよ。ウォンダ飲みたいね。あんまコーヒー飲まないけど、俺カフェオレだからいつも。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なるほどね。そっか、綾部さんと会う約束だったっけ。つらねえんだ。なんか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。
なんか柄の悪いやつ来たよ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろう。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ他を当たりや。俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ。あえあのそのカイトーさんよ。やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ汚ねえ真似しやがって。いや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 。綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。いつからお前持ってた。チンピラが笑わせんのよ。大ピラなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。ああいい根性してるじゃねえか。てめえらよ。町のチンピラ。オッケー、さあやっていこう。これさ、なんかモード切り替えるのあったよね。どうやって切り替えるんだっけ。これガードだな。やばい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 。どうやって切り替えるんだっけ、忘れちゃった。とりあえずこのスタイルでいいや。ほらほらほら、よいしょ。当たってない、当たってないよ。ほらほら、アクション。爽快スカット。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。すげえ笑ってる。もういいよ、二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな、口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらは。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたはカイトさんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よーく見てみな。よーく見てみな。え、どういうこと。え、内側なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってからかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。カジノチップ300枚とラマンの鍵を受け取った。マジか。ラマンの鍵、すげえ。そんな裏のところにあるとはね。こいつら大丈夫？ずっと伸びてるけど。ごめんよ、そのアイテムが欲しいんだけど。そのアイテムが欲しいんだけど、君ら、あ、こいつら、こいつらのせいで通れない、戻れない。釣り堀の中通るの？それちょっと、大丈夫なんか。思いっきり釣り堀の中通ってったけど今。結局こっち来ても取れないし。じゃあ戻ろう。こん中アイテムないのか。いや、普通に怒られるだろ。うわ、木が動いた。壊したんだけど。普通に壊したんだけど。
あ、なんか登れる、なんか登れる、なんか見ちゃいけないもの見てる気がする。こんな店荒らしてたらやばいでしょ。ああジーンズがずぶ濡れだよ。大丈夫？ああもう足跡残ってるじゃん。通りまーす。すごいなー、こんな地下施設があると。いいね、こういうのマイクラで作ってみたいな。いきなり違うゲームの話するんじゃないよっていうね。実況者としてあるまじき行為だった。え？どれだろうなー。これ！難しいな。これワンダか。これは？ダメか。違うのか。で、この R1？ これでよし。やった。うわすげえカジノだ。バニーガールがいるよ。がっつりいる。君らどっから入ってきたの？え、みんな同じ入り口から？釣り堀の真下にこんなとこが。はあよし、そんじゃまあ軍資金もあることだしよ、少し遊ばせてもらうか。マジ？マジで？うん、じゃあカジノで遊ぶ。じゃあ普通に遊べばいいのかな。これは何？ブラックジャックだ。で、こっちはポーカー。なるほど、とりあえずこのブラックジャックとポーカーだけということで。ハイトさんは何したの？ブラックジャック、なんか悩んでるな。やろうかどうか悩んでる感じだ。じゃあポーカーやるか、ポーカー。それではポーカーがプレイできます。遊んでいかれますか？やります。ああ、遊ばせてもらおう。かしこまりました。低レートのベッド単位は、第1ラウンド、第2ラウンドは5枚、5ラウンドって今言いそうになった。5枚。第3弾、第4ラウンドは10枚となります。はい。アイテム仕様を決定キャンセル。はいはい。ようこそポーカーテーブルへ。それではゲームを開始します。本当にポーカーじゃん。これあれかな、某ゲームと同じシステムでいいのかな。あれと同じルールのポーカーだったらどうしようかな。とりあえずまあチップ出そうかな。はい、レイズ。わあ、どうしようかこれ。これどうしようか。いや手札も弱いしな。いやでもここはブラフをかけよう。ベッドコール、エンドラウンド。こんな役、アイテムを使う？アイテムないね。ベッド降りろ。コールする。ワンペアだな。あでもツーペアかこれ。え、いけるんじゃないかな。でもツーペアだったら降りた。よっしゃー。ゲーム続ける。やった。さあどうしようかな。まあ、同じ額出しましょう。コール。うわー、これは、ブラフかけよう、ブラフ。ベッドだ、ベッド。ベッド。コール。エンドラウンド。うわー、マジか。ベッド強気にフォール。コールしてきた。あいつは自信があるぞ多分。やられたな。やられた。
すげえキングあるのは強いな。いや続けよう、これじゃあ負けたまんまだ。1と2って、まあレイズしよう。レイズ強い役になるかもしれない。おーレイズ、さらにじゃあフォール、チェックチェック、はいチェックチェック。あー降りてよかったな。ワンペアか。あ、ワンペアでカードの内容物が強かったんだね、きっと。いやー、まあでもクイーンだったらいけるんじゃないかな。コール、皆さんコールですね。おー、あー、ブラフかけに行こうぜ。レイズ、おレイズさらにしてきた。じゃあレイズ。ちなみにこれあれだからね、ボーゲームと違ってなくなったらゲーム、なんだろう、ゲーム終了とかないからね。単純にチップなくなっていくだけだからね。レイズ、さらにレイズ、相当自信があるじゃん。ならレイズ、さらに、うわやばいな、レイズ。もう引けねえ、ここまで来たら引けないぞ。もうあいつ引く気なさそうだけど、ホール、コール、ホール、エンドラウンド。やば。じゃあさらにレイズ、コール、え、なに、やばー、そりゃ強え。下手くそかよ。下手くそか俺は。いやー勝ちに行きたいけどな。チェック、チェックしましょう。あはん、チェック、いやー次の内容物だな。ワンペアか、ホール、これはきついよ。ああよかった、降りといてよかった。さあこれはいけるんじゃないかな。でもレイズしてきた、ホール、ホール、レイズ、さらにレイズ、あいつ強えな。ホール、ホール、レイズ、レイズ、レイズ、コールか、出させに来たな、あいつ。落ち着かない気分だ。なんかそれなりに強い役なんだろう、きっと。キングいるかな。まあ、ここチェックかな。あ、オッケー、ここはベットしますよ、私。コール。はい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 。おー、降りた、よっしゃー、稼いだ、戻ってきたよ。ちょっとまだマイナスだけど、微妙だな。正直微妙だな。まあ、コールしとくか。じゃあさあ、いやーこれはきついな。コールしよう。多分ね、ワンペアじゃ勝てないと思うんだよね。あ、よかった。勝てない、勝てない。絶対勝てない。あんな手札じゃ。さあ、どうでしょうか。おー、すげえ。手自身ね、落ち着きがない。コールしよう。じゃあ。チェック。さあ、あ、ワンペアだね。なら、レイズしようかな。お、自信家ですか、もしかしてあなたは。コール、コール、コール。さあ、次が重要。うわぁ。いや、相手自信あるっぽいな。
いやでもブラフ会議に行こう。レイズ、ここは強気に相手に降ろさせるという。さあどうだ。あーまだ自信あんのか。いやレイズだ。いやみんな自信あるな。すごいな。これはもうノリノリだみんな。どうだ、ショーダウン。うーわフラッシュ、それは勝てない。いやあの人やばいな。もう一番近く稼いでるよ。やばい、これちょっとラストにしよう。マジ負けそう。100切っちゃったもん。いやチェックかな、チェックかな。おーチェック。いや出させたいけどな本当は。じゃあコールで。うわーチェック。いやこの時点でワンペアしかないからな。うーわ、じゃあ乗ろう。落とそう。はいはいはい、オッケー。おおこれは熱い。これは熱いのかでも。いやでも全然あるもんな。あるあるある。可能性としてはレイズ一回しておいて、はい、岩木くんが降りたね。はい、うーわーホール。これは無理だ。多分ワンペアじゃ無理だよ。だってハート2枚揃ってたら勝ちだからね。おお。どうしよう。続けよう。200戻そうとりあえず。ああこれはレイス。キングがいるから。これはもう強気に行こうよ。っていうぐらい押させようぜ。あ、コール。おー、まだ出しに行く。一人降りた、二人降りた。コウタロウをどうにかしたいね。さあ。おおほほほほ。これはベッドだ。降りろ、降りろ。キングのワンペアだぞ。これ以上に強いものはないだろう。レイズ。おー、レイズしてきた。レイズ。巻き上げるつもりか、あいつ。うわー、巻き上げたい、こっちが。こっちが巻き上げたいな。こりゃ驚きだぜ。そんな、いや、もうそんな驚きなんか、ひるまないよ。ショーダウン。マージー負けたー。チップ使い果たしたんだけど。マジかよ。お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ。マジか。いやーポーカー負けちゃったよ。クソ。どうも海藤さん。それとあんたが八神さん。おお、八神先生って呼んだ方がいいかな。好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。この人が綾部。よろしく。どうだここのカジノは気に入ったか。なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会へのみかじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が指揮取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。
気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺すだと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。さすがカムロ町の汚職警官だな。このうさんくせうさんくささは半端ないよ確かにうさんくさい。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ。黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか。おまけに男前なんだぜ。やだね男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せるね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだからなるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい。空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お、マジか。お前はどうする。こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。もう12しかないけどね。さあ戻ってきた。いや、てかこの人はさっきガン見してたけど大丈夫。いらっしゃいませ。あ、マジで無料になってんの、すごいな。じゃあカシスオレンジでカクテルぐらいしか飲めないかな。あ、他にも選べんの。ミネラルウォーター、オレンジジュース。全部無料なの。じゃあ全部ください頭おかしくない頭おかしくない。全部一気。カシスオレンジ、ミネラルウォーター、オレンジジュース、ラマンダブレンド、生ビールちゃんぽんだろ完全に。ありがとうございました。すげえ、全部タタなの、やば。どんだけよ。あ、やばいやばいやばい。これアルコール6ってあれなの。アルコール6って読んじゃったけど、アルコールが入ってるよってことなのかな。酔っ払ってるとかな、わかんないけど。ああ、酔っ払ってる。確かに酔っ払ってる。さっきからくるっと回ってるもん。ほら、くるっと、くるっと、くるっと。ほら、某元アイドルを、元アイドルって言っていいのかな、わかんないけど、某元アイドルを彷彿とさせるこのターン。華麗なターン。ああ、すごい。酔っ払って、椅子の上に登ってる。これ別にこういうなんかちょっとヤバい系の人、ヤバい系 YouTuber みたいなの別に目指してないんだけど、ヤバい系っていうのかな、わかんないけど。こうか。プレイしよう、もう一回。え？追加のチップ。あ、チップ買ってこなきゃいけないのか。チップどこで買えるんだろう。上で買えるかな。ちょっとごめんよ。ちょっともう一回ぐらいやりたくない。あ、5になった。あ、いなくなってる。おやすさんかな。チップくれんの、チップくれんの、おやすさん。あ、おやすさん話しかけられねえ、マジか。え、チップどこで買うのよ。あ、てかここで水浴びたらあれじゃね、アルコール酔っ払い度下がるんじゃねえと思ったけど下がんなかった。むしろ酔っ払ってるこの行動が酔っ払っている。
ああすっきりしたってああすっきりしたっつって水風呂浴びてすっきりしたわーみたいな感じで、なんで毎回ずぶ濡れの状態でカジノ入るんだろうどこでチップ買えるのかな。おお、どうしたどうした、お前、おい、どうしたどうした、お前なんかすったか、お前怪しいよ、お前怪しいよ。あ、ここでチップ買える、はい、チップの購入1枚100円か、で10枚から、なるほどね。じゃあ、いや、さすがに1000枚はいらねえな。100枚欲しい。あ、ちょ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 、待って待って、減らす減らす、2万も持って帰りたくないよ。はい、よし、これで行くぞ、ポーカーやってきます。さあ行こう。さあ、マジ？一発退場なんだけど。もういいよ、こんなとこ来るかも。焼け酒だ、焼け酒。あ、ただの酒くれ、ただ酒、ただ酒くれ、ただ酒よ。違う、チップの交換じゃない、お前じゃないよ、こっちだよ。いらっしゃいませ。焼酎飲むのはやめよう。あ、お酒飲むのやめようってこと。あ、じゃあこれ挟みながらだったらいいじゃない、こうやってすごいな、ちゃんぽんしながらもちゃんとノンアルコールを飲むっていうね。カシス、ミネラル、焼酎、オレンジジュース、生ビール、ラマンダブレンド、白ワイン、これだ。ありがとうございました。はい、どうも。ほら、はいはい、みんな元気酔っ払いのテンションだね。すごい、千鳥足だよ、千鳥足、千鳥足だよ、まっすぐ歩いてんのに。俺まっすぐやってるからね、俺何もこれこうやってないからね、今まっすぐやってるからね、何もしてないけどこう勝手にこうなってるすごい千鳥足だな。じゃあ事務所帰ろう、酔っ払ってるけど、ダーンすごい散らかってる散らかってる、大丈夫かな。ラーラー、おい、なんだよおい、あー、なんだおい、おいおいおい、やばいやばいやばい、なんかすごい変な店入っちゃったよ、まっすぐ変な店に入っちゃったよ。ちょっと出て、ちょっと出て、あー、ちょっとまっすぐ歩いてくれない、うわーすごい、うわーすごい、うわーすごい、ちょっと待って待ってって、これジグザグに動かないと、これマジでジグザグに動かないとマジでまっすぐ進めないオッケー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 